こんばんは、藤本博史です、前回のラジオ動画第148回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。つぶあんさん、ありがとうございます。こんばんは。今更ですが、オールスターズメモリーズの解説感想動画の制作ありがとうございます。プリキュア歴1年の自分や見始めた方々に向けてこういう動画作ってくれるのはありがたいです。わがままですが、できれば他のオールスター単独映画の解説感想動画を作っていただくことは可能でしょうか。藤本さんにとっても映画を見返すいい機会にもなり、深掘りができると思うので、できればやるやらないの意思表明だけでもお願いします。若輩者の自分がいろいろ言ってすいません、失礼しましたとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、コメントありがとうございますということなんですけども、そうですね、最近ね、デリシャスパーティープリキュア放送再開しまして嬉しいなという感じだったんですけども、まあ、放送が休止している間ね、オールスターズメモリーズっていう映画がね、テレビ特別編集版みたいな感じで3週に分けて放送されて、でそれについての自分感想動画と、あとまあ初見の人っていうか、過去作のプリキュアシリーズ知らない人はちょっと分かりにくい部分あっただろうなって思って、解説動画みたいなのをね、なんかすげえおこがましい話ではあるんですけど、作らせていただいて、まあ意外とちょっとたくさんの方に見ていただけてすごく嬉しかったんですけども、そうですね、なんかちょっと前のラジオ動画でも自分喋ったんですけど、まあこの藤本博史っていうチャンネルはそもそもやっぱりね、プリキュアが好きっていう自分のこのオタク心を共有したいっていうところから始まったチャンネルでもあるんですけど、ただそれプラス自分よがりで始めたチャンネルではあるんだけど、やっぱりそのこれからプリキュアをどんどん好きになっていく方に向けた動画もたくさん作っていきたいなみたいな話をいつだったかしたと思うんですけど、だからそういうそのコア層っていうよりはライト層に向けたっていうとなんかすごく偉そうなんだけど、でも本当にその通り、これからプリキュアたくさん好きになっていくっていう方に向けた動画も作っていきたいなと思っていて、っていう中でこのつぶあんさんも、まあ、プリキュア歴1年ということで過去作ですよね、プリキュアの過去作オールスター映画単独映画の解説感想動画を作っていただくことは可能でしょうかということなんですけど、これね、ちょっとこのコメントを見た時にどうしようかなと思って、オールスターズメモリーズの感想と解説動画なんで作ったかっていうと、やっぱりテレビで放送されたからなんですよね。うん。なので、どうだろうなぁ、ちょっと、テレビで放送されたら作るみたいなことを考えてたけど、でもさすがに過去作テレビで放送されるのはありえないから、こんなね、放送休止みたいなハプニングが起きない限りは多分無理だから、いやーでもそのうち作りたいなっていう意思はありますよ。意思があるだけで作るかどうかはわかんないけど、でも、やっぱでもそのうちやりたいですよね。まあ、ちょっと実行できるかはちょっとお約束はできないんだけど。でもやっぱ過去作、映画、オールスター、それぞれの感想解説みたいなのができたらそれはすごく楽しいなと自分でも思うんですけど、ただちょっと労力がすごくかかるなとは思ってるので。でもそのうちやりたいなって思いましたね。このコメントをいただいて。改めてちょっと思いましたね。うん。一応新しい映画はね、例えば今年ですけど、デリシャスパーティープリキュアの、新しい映画が秋にありますけど、その映画の感想動画はおそらく自分作ると思うんですけど、今年の秋に。過去作、でも作りたいな、でも自分散々ね、ハピネスチャージプリキュアの単独映画好きだ好きだって言ってる割には、それについて飾ってる動画ってあんまり作ってないから、そのうち作りたいなぁ。とは思います。ただお約束はできないかな。でも作る意思はあります。っていうところだけちょっと喋らせていただきます。という感じですかね。うん、でもなんかこうやって、このつばんさんはじめね、自分がその思った通りというか、ライト層に向けた動画がハマってくれたっていう方がいる事実はすごく嬉しいので、今後もね、見ていただければなと。チャンネルの動画見ていただければなと思います。はい。という感じで、つぶあんさんありがとうございました。ということで。ではでは今回も始めていきましょう。第149回目のラジオ動画ですね。始めていきましょう。
改めまして藤本ひろしです。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのは現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。ただそういう大きなお友達に向けてオープンに意見を語ってもらおう、そんな趣旨で作ってるのがこのラジオ動画、ラジオ動画、ラジオ番組でございます。皆さんからの意見を募りまして、それを紹介していく、また自分自身藤本ひろしの意見も喋っていこう、そんな感じのラジオ動画になっております。ということで、ありがたいことで、皆さんからコメントいただいておりまして、今回で149回目ということでありがとうございます。ということで、前回のラジオ動画にいただいたコメントの続き読んでいきたいと思います。ですね、脳筋人間さん、ありがとうございます。藤本さん、こんばんはです。リア友が就職のため東京に行ったのですが、プリキュアの聖地にも行くということで、めちゃくちゃ感動してしまいました。なんなら東京駅のプリティストアまで行ってくれて、そのリア友はデパプリからプリキュアデビューしたのですが、プリティストアやプリキュアの聖地に行ってると感動してしまいます。今回リア友が行ったのは映画ヒープリの聖地です。コロナが落ち着いたらまた自分も東京行きたいと思っております、ということでありがとうございます。はい、ということで、脳筋人間さんのお友達が就職で東京に行って、まあ、プリキュアハマりたてではあるんだけど、早くももう聖地巡礼をしているプリティストアに行っているというお話ですね。羨ましい限りですね。自分も地方民なんで、東京でそういうのが行けるのはすごく羨ましいなって思いますね。で、このコメント見て思ったんですけど、映画ヒープリの聖地ってあれ、モデルあるんですね。自分これ知りませんでした。映画ヒーリングとプリキュアっていうね、映画があるんですけど、映画ヒープリ、どっちだろう？春映画の方かな？それとも、ファイブとコラボした方かな？ファイブの方か。東京ってことはファイブの方か。うん。の方の、まあ、聖地巡礼をしたっていうことですね。羨ましい限りですね。ヒーリングとプリキュアで言うと、ヒープリのね、健やかしっていう、町がありますけど、あれのモデルは一部熱海と言われていますけど、まあ、公式からアナウンスされてるわけじゃないから、本当かどうかは分かんないけど、静岡の熱海が、健やかしのモデルなんじゃないかとは言われてますね。まあ、温泉街ということもあって。だから、ね、ヒープリ好きな方は、熱海のね、旅館に、泊まって温泉浸かる旅を計画するのもありなんじゃないかなとか思いますけど、やっぱでもプリキュアシリーズってね、やっぱそういうこうモデルを見つけて聖地巡礼するっていうのも楽しみの一つですよね。プリキュア作品って特に映画とかだと顕著に出るんですけど、やっぱ実在の街に行ったりするんですよね。まあそれこそヒープリの映画の東京もそうですけど、そういうのはすごくいいなって思うし、あとスターティンクルプリキュアのね、映画のね、沖縄とかね、あれも素晴らしかったので、スタプリ映画巡礼みたいな感じで、聖地巡礼みたいな感じで沖縄行くのもすごくいいなって思うし、あと、まあ沖縄つながりで言うとね、トロピカルージュプリキュアの舞台は沖縄なんじゃないかっていう説がありますけど、まあでもあれも説いろいろあるんだよね。トロプリ、まあ南国は間違いないんだけど、沖縄なのか九州なのか、ちょっとそれともハワイをモデルにした架空の場所なのかわかんないけど、でも沖縄説結構自分有力だと思ってるので、ちょっとね、沖縄に行ってトロプリの聖地巡礼とスタプリ映画の聖地巡礼みたいなことをするのはすごくありなんじゃないかなと思って、楽しみな一つ、楽しみな、まあ旅行計画の一つにできるし、あとはまあプリキュア映画で言うとやっぱオールスター系の横浜ですよね。横浜がね、よくプリキュア映画では出てくるということで、まあ最近放送されたオールスターズメモリーズも横浜出てきましたしね、っていう感じでいろいろね、出てくるのは楽しいですよね。なんかそういうのちゃんと調べてる人多分いるんだろうな。なんか誰だったかな、誰か同人作家の方でプリキュアの聖地とかをいろいろ調べて同人誌にまとめてくださってる方がいて、あれすごくいいなって思って、買おう買おうと思いつつ、あの同人誌買ってないんだよね。そのうち買わなきゃと思うんですけども、いいですね、聖地巡礼。なんかそういう話してたらなんか行きたくなってきましたね。自分の地元でなんかプリキュア関係あるのないかな。まあ自分は青森なんですけど、プリキュアってあんまり東北出てこないイメージなんですけど、どうだろうな。
ああ、でもトロピカル富士プリキュアの、桜川先生、担任の先生の桜川先生の実家はおそらく青森なんですよね。まあこれ言及されてないんですけど、桜川先生の実家が一瞬映るっていう話があったんですけど、桜川先生ってご実家がリンゴ農家なんですよ。で、リンゴ農家プラスお父さん、まあ桜川先生のお父さんの自筆、その今みたいなところがあったんですけど、その今にこけし人形があるんですよ。木彫りのこけしっていう伝統工芸品があるんですけど、リンゴ農家でこけしっていうところがつながるのは、青森県の中でも黒石市っていう場所があるんですけど、そこなのかなって自分は勝手に思ってるんで、だから自分結構黒石市車で1時間ぐらいで行けちゃう距離に自分住んでるので、桜川先生の実家を感じる、実家の空気を感じたいんだったら青森県の黒石市行けばいいのかなって自分は勝手に思ってますけど、まあ聖地巡礼ね、いろいろ楽しいですよね、うん。まあちょっとメタ的なことを言ってしまえば、まあ二次元の作品ではあるんだけど、でもそれでもね、やっぱモデルにしてるところに行くっていうのは楽しいなと思いますね。という感じで、すいません、いろいろ喋ってしまいましたが、脳筋人間さんありがとうございました。ということで、次のコメントです。ドラゴニックマインドさんありがとうございます。藤本さん毎週ポツです。ついにデパプリ本編放送再開ですね。ヒープリの時ほどではないですが、当たり前が当たり前にある尊さがまたも身に染みました。葛西という本名が判明したナントルっぽい生徒会長さんもめっちゃ気になりますね。ところでまたいつか、生配信雑談枠みたいなのを密かに楽しみに待っています。以前の生配信がかなり面白かったので、約2年ぶりにリスナーと共に当日の放送や今後の予想などいろいろゆるく語り合う雰囲気が好きなので、もしコミュニティなどでアンケート取って要望が多ければ復活となってほしいなと思っています。ともかくこの当たり前の世界が戻ってきて嬉しいです。来週以降もなるべく当たり前が続いてくれるよう願うばかりです。それではごきげんようとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、まあ序盤にもお話ししましたけども、デパプリ本編放送再開ということで、そうですね、ドラゴニックマインドさんのおっしゃる通りなんですけども、この当たり前が当たり前にある尊さっていうのは、まさに本当になんかいい言葉だなと思って、毎週プリキュアが見れる幸せですよね。本当になんか人間にとっての幸せっていうのは、当たり前のことが当たり前に過ごす、当たり前のことが当たり前のようにこう過ぎゆく、この日々が一番幸せなことなんだろうなって思ったりもしますけども、毎週ねこうやってねポケーっとプリキュア見れる時間があるっていうことが幸せな人生なのかなってね思ったりしますけども、という感じで、ですね、生配信やってほしいということなんですけども、そうですね、あれもう2年前なのか。最近自分を知ってくださった方は何残っちゃった話だと思うんですけど、自分2年前、去年じゃなかったっけ、2年前なのかも。まあ突発で自分生配信を括弧 2,3 回だけしたことがあって、まあ酒飲みながらリスナーさんとねプリキュアについて語ろうみたいなことを過去に数回やりまして、まあまあそれなりに好評で嬉しかったなっていう思い出があるんですけど、そうですね、生配信またやりたいところではありますね。やりたいけどな、どうだろうな、ゴールデンウィークとかにやりましょうか、どうせだったら。なんか言わないとね、なんかこう後回しにしちゃいそうだからあれなんですけど、ちょっとねやっぱこう生配信って自分基本こう YouTube 上で活動してはいるものの、いわゆる自分は動画勢だと思ってるのでね、喋って録音して編集してアップするっていうのが当たり前になってるけど、やっぱまあ自分 VTuber さんとか好きな人間なんですけど、やっぱリアルタイムでいろいろね同時進行していろんなことをしなきゃいけないっていうのはめちゃくちゃ大変じゃないですか。ってかめちゃくちゃ大変なんですよ。自分数回しかやってないけどめちゃくちゃ大変だったんで、まあでもちょっとね要望があるっていうのは前々からしてたんで、やろうかな、ゴールデンウィークに1回。今ゴールデンウィーク今年何連休なんだっけ。自分仕事の関係も本職ちゃんとね、自分ちゃんと会社員なので実はどうしようかな。自分の仕事的にはあれか、5連休6連休ぐらいなのか。どっかで1日やりたいな。まあちょっとツイッターなり
YouTube のコミュニティなりでちょっとアンケート取ってやろうかな。プリキュアについて酒飲みながらお話しする雑談枠みたいなの、うん、ちょっと言っとこう、やろう、うん、やりましょう。確か2年前もゴールデンウィークだったよね、やったの。うん、やりましょう。ちょっとやっぱね、連休とかがないとちょっとやる気出ないんですけど、ちょうどいいので、ゴールデンウィークあるので、やろうと思います。ということで、ではでは、ドラゴニックマインドさんありがとうございました。生放送、生配信やろうと思います。はい、ということで、ではでは、ありがとうございました。藤本博史の動画。はい、ということで、ではでは次のコメント読んでいきたいと思います。大好きにゃんこさんありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。長文失礼します。デパプリのゆいちゃんはマリちゃんからレシピッピが見えるのはお料理を大切に思っているからと教えてもらっていましたね。ランちゃんもお家のラーメン屋さんのお手伝いをしたり、料理への好奇心も豊富みたいなので、料理を大切にする思いはゆいちゃんと同じぐらいあると思います。けれど2人に比べてここねちゃんは自分で料理を作った経験もほとんどないみたいだし、普段一人で寂しい食卓なんですよね。なのになぜここねちゃんにもレシピッピが見えるのか。お家では専任のシェフに食事を作ってもらっていると言ってましたが、おそらくここねちゃんのうちの場合、そのお抱えシェフも一流のシェフなのではないでしょうか。だからそのシェフの料理の美味しさに、料理ってこんなに感動するものなんだという経験を日々体験すると思うんですよね。さらに両親が経営するレストランでも、お客さんの喜んでる顔や お店の中がホカホカハートで溢れているのを小さい頃から見ていて、料理って素晴らしいものなんだという精神を自然と両親から受け継いでいるから、ここねちゃんにもレシピッピが見えるのかなと妄想しましたとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ところで確かにそうだなと思っていて、これコメント見てなるほどなと思って、まあデパプリっていう作品の中にはね、そのレシピッピっていう料理の妖精さんっていう存在があるわけなんですけども、まあマリちゃん曰くレシピッピが見えるのは料理を大切に思っているからということなんですけど、まあココネちゃんにも見えてるんですよね。でもココネちゃんはまあ要はいわゆるこう孤食ですよね。寂しい食卓を毎日過ごしていた人間だったんですけど、まあでもこれ自分見て思ったんですけど、ゆいちゃんも実は孤食多かった人間だと自分は思っていて、マリちゃんたちがと出会う前はまあお母さんと今のところ二人暮らしで、まあお父さんは漁師っていう設定が明らかになってるんですけど、多分出稼ぎでいないと思うんですけど、お母さんと二人暮らしなんだけど、でもお母さんってそのお仕事の夜営業、定食屋のね夜営業があるから、なかなか夜も一緒にご飯食べられないってことで、多分ゆいちゃんも夜孤食が多かったんじゃないかな、一人ぼっちの食卓が多かったんじゃないかなって思う中で、やっぱりそのまあ料理食べるのが好きっていうその思いの強さですよね、おそらくっていうところが、まあここねちゃんにもあるんじゃないかなって自分は思いましたね。なんて言うんだろうな、まあこの大好きにゃんこさんもおっしゃってる通り、料理ってこんなに感動するもんなんだっていう、そういう気持ちがあれば多分見えるっていう設定だと思うんですよね。ただ舌が肥えているから見れるっていうわけでは多分絶対ないと思っていて、やっぱそういうところはやっぱプリキュアシリーズのこうなんて言うんだろうな、系譜を受け継いでるというか、そのただ技術を磨いただけじゃできないよ、心の問題だよみたいなのがあると思うので、やっぱそういうところですよね。だからここねちゃんもまあまあまあ、でも孤食が多くて一人ぼっちの食卓が多かったけど、でもここねちゃん初登場時のね朝ごはんをすごく美味しそうにパン食べてるっていうシーンがあったから、基本的にやっぱでもここねちゃん自身も食べることは大好きなんだろうなっていうところが見て取れたので、まあおそらくそういうところからレシピッピが見えてるんじゃないかなと自分は勝手に思ったりしましたね。どうだろう、なんかうまく答えになってるかわかんないけど、まあでもちょっと大好きにゃんこさんと自分も同じ考えですね。なんかこう寂しい食卓ではあるんだけど、それ以上にやっぱり食っていうものが大切に思っているっていうキャラクターがここねちゃんなんだろうなと思いますね。ここねちゃんいいですよね。ちょっと話題ちょっとそれちゃいますけど、自分デパプリの中だと今のところやっぱここねちゃん推しなところがあるので、やっぱココネちゃんっていう存在がね、やっぱこう今まで友達いなかったっていうキャラクターがこれからどうね、いろんな友情を紡いでいくのかっていうのはすごくすごく楽しみですね。デパプリ楽しいですね。本当に放送再開してよかったなと
思います。ということで、大好きにゃんこさんありがとうございました。ということで次のコメント、時間的に最後にしようかな。おつおまないさんありがとうございます。藤本ひろしさんこんばんは。藤本ひろしさんはヒープリのエミリーを覚えているでしょうか。黒髪で優しいヤマトなでしこお姉さんのチユと天使のようなヨーロリのエミリーによる和洋折衷オネロリプリキュアシリーズ、オネロリはプリキュアシリーズの中でも屈指の名カップリングだと思います。藤本ひろしさんはプリキュアシリーズで好きなオネロリはありますか、ということで、まあこのコメントに対してはね、ユーザー名とか含めていろいろ言いたいことはあるんだけど、あえてね言わないでおきますけども文章の書き方でもう誰か分かっちゃうんだよななんかこの文章の書き方ね、あの癖ある感じは非常によくわかるんですけど、まあまあまあ、でも当人なんかいろいろあったんだろうなって思ってあまり言わないようにしますけどもね、うん、ねこれからもねコメントしていただければ幸いですという感じなんですけども、オネロリですね。オネロリ自分そこまで癖じゃないんだよな。まあ好きなんだけどね、好きなんだけど、めちゃくちゃ好きなんだけど、オネロリか、オネロリか、やっぱでも自分オネショタなんだよなやっぱ刺さるのはオネショタなんだよな。まあハートキャッチプリキュアのゆりさんのオネショタもしかり、ちょっと違うかもしれないけど、ハトプリ映画、ハートキャッチプリキュアの映画のね、つぼみちゃんとね、あの映画限定キャラクターがいるんですけど、オリビエっていうね、あそこの、まあそこの二人はオネショタじゃないか。でもなんかそれに近いものは自分感じてるんだけど、自分やっぱ基本的になんかこう、なんて言うんだろうな、プリキュアに限らずいろんなアニメ作品でやっぱカップリングっていうのはそれぞれね妄想する方多いと思うんですけど、自分 BL とかユリとか、まあいわゆる同性同士のカップリングって、まあもちろん嫌いじゃないし好きなんだけど、でもやっぱ自分基本的に沼カブ好きな人間なんで、まあ好きなんだけどね、自分なんなら全部いけるタッチではあると思うんだけど、基本的にそんな嫌いなカップリングっていうか嫌いなジャンルないかな。まあでもかわいそうなのはダメかな、かわいそうなのはあんまり得意じゃないけど、でも基本的に自分何でもいける口だと自分では思ってるんで、でもやっぱりノマカップ、まあオネショタがノマカップというと違うかもしれないんだけど、やっぱこのあたりの議論はね、やっぱこうこのあたりの話するとやっぱ地雷原あることになるからあんまりこういろいろずかずか喋れないんだけどね。あと自分は基本的にはこのチャンネルは基本的には下ネタ NG の方向でやってるつもりなのでまあたまに喋っちゃってるけどね、だからこれ以上は言えないかなっていう感じかな、このチャンネルね実はお子さんも見てるんですよっていうのもあって、自分自身は下ネタ嫌いじゃないけどね、見られてるっていう意識を持って喋んないようにしてますっていう感じですかね、まだ何も考えてない状態ですけど、登録者数1万人超えたんで、年限っていうシステムを使えるように実はなってるんですよ。メンバー限定コンテンツっていうのを作れる今状態に自分は実はあって、でも解説も何もしてないからやる気も今んとこないんだけど、もしねなんかこう表だって言えないようなプリキュアの話題、例えばまあそれこそカップリングのちょっとディープな話とか同人誌のお話とかねっていうのはあまりこうオープンに喋れないじゃないですか。その同人作家さんとかにももしかしたら迷惑かかっちゃうかもしれないからあんまりこう言えないんですけど、でも面言とかだったら言えるかもしれないからね。でもメンバー限定ってお金払ってもらう必要性が出てきちゃうから、そこら辺はちょっと難しいなって思うけど、どうなんだろうな、需要ねえなって思うから自分やってないんですけど、でもそういうディープな話題を求めてる人がたくさんいるんっていうのを感じたら、ちょっとメンバー限定を考えようかなって思ってるけど、今のところは考えてないですっていう感じですかね。はい、ということですいません、最後すんげえずれちゃった話をしたんですけども、おつおまないさんありがとうございました。
藤本博史の動画。はい、ということで、ではでは今回はそんな感じで終わりたいと思います。すいません、今回もねダラダラとやってきたんですけども、次回も聞いていただければ幸いでございますという感じで、最近のプリキュア事情で言うと、まあなんといってもデパプリ放送再開めちゃくちゃ嬉しいなというところですよね。うん、あとデパプリ関連で言うとなんだろうな、まあボーカルアルバムの発売が決定したよとか、サントラが発売決定したよとか、まあ映画も秋にやるよという感じですかね。うん、やっぱでも春映画ないと寂しいね、なんか来年以降やってほしいなと思いますね、春映画。うん、なんかやっぱ恒例行事だったからね、ないのは寂しいなって思うんですけども、まあでもなんといってもね、キュアヤムヤム初変身迫っておりますから楽しみですね、という感じですね。ではでは、そんな感じで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時20時に投稿してるんですけども、収録録音してるのはだいたい3日前の月曜日が最近多いので、できれば月曜日の、まあ、夕方くらいまでにコメントいただければ紹介できる確率アップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げますという感じで、ではでは今回はそんな感じで終わりたいと思います。また来週のデリシャスパーティープリキュア感想動画じゃねえや感想動画のテンションで喋っちゃった。また来週木曜日ですねの8時20時のラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博史でした。ではでは。